千南地域広域行政事務組合は、宮城県白石市、角田市、蔵王町、七河宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町の27町で構成する一部事務組合。出展、市長各教材センターの設置、管理運営に関すること消防及び、救急業務に関すること一般廃棄物の処理並びに、 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること仮想場の設置、管理運営に関すること文化交流広場の設置、管理運営に関すること潜難広域圏の振興発展に資する事業の実施に関すること広域圏活性化プロジェクト中核施設の設置、管理運営に関すること介護認定審査会の設置、及び運営に関すること液化石油ガスの保安の確保、 および取引の適正化に関する法律の規定による事務の内構成主張において処理されるものとされた事務に関することか役類取締法の規定による事務の内構成主張において処理されるものとされた事務に関すること不可調整することとなっている。地方税に係る滞納事案のうち、公正主張の長による協議により組合が処理することとなった事案に係る滞納整理に関する こと障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による市町村新社会の設置及び運営に関すること二千十九年十一月三十日現在二千十九年十一月三十日現在に二千十九年十月一日現在消防部局の施設を除く戦乱地域広域行政事務組合消防本部は宮城県白石市角田市 柴田軍、伊グ軍、勝田軍を管轄する消防部局。ありがとうございます。